続いてのステージはご当地アイドルグループこの龍馬マラソンの龍馬というものにもなっていますが、高知といえば龍馬さんですよね。龍馬さんやハンペイトさん、伊蔵さんなどなど、幕末の志士に扮したメンバーがおもてなしを心に秘めて熱いパフォーマンスを繰り広げる土佐おもてなし勤労党の皆さんのステージ、どうぞお楽しみください。こんにちは。こじゃんと人がおるの、ねえ、いやいや、受付しよう方ね、手を休めてぜひこちらにね。いやいや、お客様を閉まってみてほしいですね。けど、初めましての方もおるのぎ、チェックと自己紹介の方させてもらうかの。よし、じゃあまずわしから。わしが三菱の創始者、つまりこの土佐おもてなし勤労党のお金持ち担当、岩崎弥太郎じゃ。今日ランナーの皆様、そして集まってくれている皆様、高知を楽しんでってください。おっしゃ。そして私、龍馬の親友でもあり、皆さんの受付係でもある陸連隊隊長、中岡慎太郎でございます。どうぞよろしくお願いいたします。皆様、私がかつて土佐勤労党の党首じゃった竹地半平太と申します。本日はどうぞよろしゅう。そしてわしが土佐の剣士岡田伊蔵と言います。いつか 42.195 キロ走ってみたいなとかほんのり思っております。今日よろしくお願いいたします。ほんのりほんのりね。いや、私が走りますよ。え、 42.195 メートルやったら頑張れます。河原番屋の寮です。よろしくお願いします。みんな元気かりゃ。ランナーの皆さん、体調は万全かの。明日は特訓の成果を
ぜひぜひ全力尽くしてみてください。わしは坂本龍馬じゃ。どうぞよろしくお願いいたします。この6人でわしら高知の PR をさせてもらいおります。はじめましての方、改めましてよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さてさて、まことすごい人の数ですけれど、明日走る方手挙げてください。はい、おーおー、大半の方が多い数だろう。今回初めて走る人、結構いらっしゃる。でもね、もう何回かで走られてる方が多いからね。そうですね、まあ、今回初めてという方もおりますき、はい、高知県ならでは、はい、今回の龍馬マラソンのコースで、はい、ここが楽しめるっていうポイントと、ここちょっと大変っていうポイントを慎太郎さんと先生に教えていただきたいと思います。ランニング付けのわしと先生が紹介させていただきます、はい、まずは最初スタート地点、高知城の近く県庁前がスタート地点になっておりますね、はい、で、すでに皆さんの横右手に見どころがございます。何ですか？今後ろゴトゴト音を立てて通っておりましたけども、路面電車、この路面電車、今現在日本に現存する路面電車で、高知の路面電車が最古でございます。なんと歴史が110年ぐらいございますんで、すごいね。皆さん電車と追いかけっこしてくださいね。はい、はい、そしてね、この龍馬マラソンで一番の楽しみ、楽しみのポイントというかね、ちょうどね、コースの中間地点になるかな、はい、浦野大橋、それお楽しみだね。お楽しみだと思うね。そうですか。楽しいですよ。だってフルマラソン走るぐらいやきね、自分の肉体を痛めつけるのが好きやと思います。でも先生、ね、橋でしょ、裏の橋って。ただのね、橋じゃなくてね、もうこんな橋ですよ。こんな橋結構高低差がありますしね。そう、50m もあるかな、確か、はい、結構あれ抜けた先すごいですよね。そう、抜けた先にはね、花街道と言いましてね、ちょうど走りやったらね、右手、いや左手じゃない、左手にね太平洋をね望めます。はい、県道、そこはね意外とね難所だがよ。え、何です？風がある日はね、そういう風がね、大変、走るときにね邪魔になるが、明日どうでしょうね。もし風が吹いても皆さんにとって追い風になったらいいけどね。あ、そうだね。ね、その苦難を乗り越えてゴールしましたら、はい、ゴールしてからもお楽しみがございます。え、何？ゴールしてから会場でおもてなしコーナーというところがございまして、そちらで高知農業高校生によるおもてなしがございます。何が出るかというと、シャモ鍋の振る舞い。あ、いいね。やっぱり龍馬マラソンだけど。そう、わしの龍馬は食べれんかったけどね。まあ途中途中にもね、給水ポイントに水だけじゃのうてね、まあトマトとかね、まあきゅうりの漬物とか、ほんとです。そう、高知のね、そういったフルーツやね、野菜などね、ポイントごとにね置いておりますので、ぜひとも食べながらね、皆様方走っていただけたらと思います。食べ過ぎたらいけませんよ。そんな美味しいもんが並んじゃったら、私ちこいち止まってしまう。ゴールできんかも。ランナーの方もおると。まあでも頑張って完走していただきたいものですね。はい、さあ、では龍馬さん、一曲いきますか。おお、そうじゃの。今日はこの天気にぴったりの一曲を披露するぜよ。聴いてください、空。空は生まれた日から何も変わってはいない。美しい世界で人は穏やかに生きてる。I'm not afraid of the dark.
手に入れた大事なものはいつも隠れて見えず、いつからかその影さえも音もなく消えてく。足の作ったキリンビールも有名ですね。そうね、三菱系列ですね。そう、三菱をね、わしが作ったらですよ、キリンビールなんかも。で、土佐はね、やっぱ酒どころとしても親しまれちゃって、日本酒の蔵なんて確か18やった。はい、18あります。18の蔵があるがですよ。ぜひね、土佐に来たからには、まあ、美味しい酒も飲んで帰ってほしいけど、土産としてもぜひ、目先を。いいですね。けんど、お酒って聞いたら、あても欲しくなるね。あるで、あるで。高知は、カツオが有名なのは皆さん知っちゅうと思いますけど、それで、加工品で、鉛節っちゅうもんがあります。それは、お酒にも合うし、ご飯にも合うき、もし見つけてもらったら、ぜひ買ってってください。こじゃんと旨味がたっぷり入ってて美味しいきね。確かにね、サラダにも美味しい。あれ、なんて言ったら英語でしょうね。カツオ節を二中がやろうかね。ね、ちょっとほぐれるような感じなんですけど、そうそう、マヨネーズ、七味とかも、あの醤油も美味しいぜ。走りながら、飲みながら、食べながら、いかん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 、お酒はちょっと偉いことになりますけどね。まあ
けど2人ともランナーのことを考えたせいか。どういうことで走り終わった後酒飲んでつまみにその鉛節か鉛節英検の、やっぱり土佐には文旦っていうちょっとね大きめの手のひら大ぐらいのね柑橘系の果物がある方、それがねあのこちゃんとすっぽってねクエン酸が疲労回復にぴったりだからじゃあぜひぜひね今晩見つけたらちょっと買ってみて食べてみても構わんし、もしもしこう地元にこう送るやったらこちゃんと箱ごと送れるき、ぜひ見つけたら食べてみてください。確かにね、県外にも珍しい果物かもしれないですね。そうだな。文旦おすすめです。はい、まあまあでも明日はね、とりあえず皆さん走らんといかんわけですので、龍馬さんまた一曲皆様に送りましょうか。そうだな。龍馬マラソン走られる皆さん、わしらは明日チックの応援にはいけんけんど、この歌を歌ってみんな応援しておりますき。みんな行くぜよ。勇気リーディング志抱いて歩いてきた遥かなこの道のね、自慢の食を地区とご紹介いたしましたけど、
でいても本日は酒を飲んで、ね、飯を食らって、ね、ゆっくり過ごしていただきたいところではございますけれども、明日ね大事なレースが控えておりますので、まあ、ほどほどに楽しんでいただいてですね、ぜひともそのレースが終わった後大いに飲んで大いに食べていただきたいと思います。まあね、明日のレース本当に皆様方が無事に、完走できることを、願っております。ご分をお祈り申し上げます。ほいたら龍馬最後を締めてくれるぞ。おっしゃ、バカイチョキ。ほいたら最後は一丁締めで締めさせてもらうぜよ。明日龍馬マラソン参加される皆さんがみんな完走できることを願って、皆様お手を拝借よ。本日はマクドありがとうございました。頑張ってよ、みんな頑張ってください。お引き取ります。ありがとう、ありがとうございました。あとさん、おもてなし金の塔の皆さんでした。